版のジローやってるから、うん、そういうのも やってみるとか2種類作ってもいいし、はい、それに対してその醤油って変えなくちゃいけないんだよ。はいはい、うん、今ちょっと俺の醤油持ってきたけどさ、はい、そこだから麺とか他は一緒でそこのスープだけ2バージョン選べるみたいな。そう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 、どっちにしますかでもいいしさ。ご飯の時間がやってきました。イエイイエイ、はい、はい、今回は、はい、ラーメン作り修行編ということで、そう、はい、そうなんだよ。で普段ならメロンシート一人が今まで作ってたけど、はい、今回はね、うん、この前の清水さんとの話で、はい、なんとこう3人でお店を開くということで、お店を開くためのね、修行編ということで、修行、ちょっと修行だから朝ちょっと早いですね。マコがラーメンの命とも言えるスープ作り大丈夫かい、頑張るよ、うん、マジで自分が、うん、麺、はい、大丈夫か、大丈夫だよ、目の下は余裕で、あやちゃんがお店の顔、うん、はい、接客をやりますよ、はい、それでは行きます、ゴー、じゃじゃん、食の道場、道場って言葉に近くしちゃうよ、ね、そう、めっちゃ空手家ですからね、どんな怖い先生がいるのか若干緊張してます。よっしゃ、行ってみましょう、行きましょう、ありがとうございます、よろしくお願いします。もう入ってんだ撮影、あ、そう今ちょうどあくびしてるとこ撮りました、待ちくたびれたよ今日の先生、あの食の道場の秋元会長、よろしくお願いします。あの僕なんかも何だっけ、あの僕の講師やっててさ、あのいろいろと教わりながら、あの限定メニューとかそういうのもなんで参考にさせてもらったりしてるんで、ね、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、何でも知ってるから。あのすごいアクが出るんですよ、はい、この足の部分で、はい、だ一回ボイルして洗ってアクを取っちゃいます、はい、ね、これが足です。これが本来の本当にラーメン屋さんのあれなんで、ま、全くあの例外だから家系に関しては。今これでアクをいっぱい出しますね。これは3時間ぐらいですかね、今はまだ4時間ぐらい。ああ、見るのはいつも脂肪とか取らせるのもあったりしてるね。これがバラ、うちその大きいの必要ないもんで、はい、ただこうなってるんですよ、はいはい、ね、こういうふうに大きいんですけど、それを4分の1に切って、それをこのまま丸めて芝か、はい、でこれを切って二郎の方に、はい、一回縛り方、はい、あの僕ちょっと左利きなもんで、はい、こっちから行くんですけど、これこう丸めてもらってここに引っ掛ければもう取れませんので、はい、そのままここだけに力を入れて、ここだけに、はい、でこういう感じで巻いていきます。でここだけに力を入れて、で最後まで必ずこうやってると、そしたらまた同じところをここのところだけ力を入れれば、この辺はふっくらできます。で、この辺は最後までやってもらって、はい、はい、今こっち巻いてもらえますか。でもこのまま、そうですね、そこのここでやって、そうですね、このままここだけ力を入れる、ここだけ、そうです、そうです、ここ合わせるところだけ、うん、これすごい思った以上めっちゃ滑りますね。いつ
も食べてるだけ分かんない。でも初めからね、こんだけうまくできないから。このところこっちに。あ、全然粗すぎますね。うん、でも大丈夫です。もっと間が細かい方がいいです、ね。うん。最後にもう一回また。そしたら手を変えて。屋台だから、その狭いスペースで永遠に作れる方法の流れをそのままあの継続してるから、で材料さえあればこのスペースの中で永遠に作れちゃうわけ。逆に仕込みスペースがないから、そうじゃないとやれなかった。料理じゃないから、その屋台から始まってるから、家系もそうだから。そういう意味では新しいのが昔は入れっぱなしで朝15分、8分の日に昼間になると4時間ぐらいで鶏屋がちょうどいいんだけど、そこからどんどん味が落ちて、夜になって直接こういうところもある、血も味の、うん、そうですね、味があるから、うん、これを例えば血抜きして入れるのと生で入れるのとまた味が違うから、やっぱりフレッシュな味をより出したいって言ってますよね。そう生使ってもがいいし、ただやり方を間違えると臭みになっちゃうから、そうで臭みを出さないで生を使うのがやっぱり技術の一つだから。俺はよく言われるから、あんだけ使ってんのになんで臭くないんですか、は全く臭くないでしょ、あれは本当は、もっと肝の臭いもん。で、これ血がいっぱい出てきてるんだよ、これ。こういうとこから。これが血玉って玉になって、黒くなって出てくるから。さっき言った残余時間とかもった時間が、これ取り出して入れてから、そうです、そうです。から3時間とか8時間とか。そうです。今はただ単に洗ってるだけです。ね。これ生使ってるところにはないし。ここに引っ掛けていきました。そうそう、メガネがめっちゃ決まります、うん、これ全部流したって流したってドバーッと、はい、今ちょっと黒いの出たかなーっていうところ、こうちょっと洗ってもらって、うん、こういうとこね、割れます、ね、こんな感じちょっと割ってみて、はい、中華組合から関数になったラーメンの麺とは言わないよって言ったら、まあ、入れてるのもあるし、あと逆に青森とか行っちゃうと、もうそういうのも入ってない、関数も入らないけど、入らなきゃうどんになっちゃう、でそういうのでやってるところも結構あります。で今日はちゃんと作りますので、はい、関数も入れます。計算したら分かりますよ。あ、そうですで、これ関数入れないとどうなるのっていうのは、うどんになります。まず最初にミキシングします。でこれ今ロックかかってるんですね、はい、あの麺切って危ないんで、はい、でこれ上げれば回ってきます。初めて見ます。機械は楽です。そうですね。なおこれでロール板にするんですね、はい、でこれに巻いていくんですよ。あ、これこっち今回ってるんですよ、はい、あ、はい、わかった。お、結構重い。そうなんだ。お、3キロぐらいある。二郎の血。そうですね、太いので、太麺。そうなんですか、はい。長さを決めるんですね。で、今こう回ってて、ここでくっつくんです。これくっつくんです。あ、はいはい、はいはい。はい。こう回って、ここで、くっつくんですね。すごい。
なんかもう、なんていうんだろう、おがくずみたいな。これだと均等に結構圧縮されるんですけど、これが入ってると、結構麺とこう、こうが穴が開いてたりしやすいので。はい、さっきより綺麗でしょ、うん、全然洗った後に。あれは洗った後は一緒でもう取られない、取ってないんです。取ってないです、今初めて。でちょっとこうかき混ぜてやると、温度が抜けくるので、かき混ぜて、上がってきた黒いのが血なので、それを取るということです。おお、はい、これも調節できるんです。そうなんです、はい、でここのダイヤルでこれ調整するんですよ、はい、で一回これは引っ張ってあげながら、コンコンと食べる。これも一回に全部いってもいいんですか、ね、これぐらいでいいんじゃないかな。いいかな、うん、ちょっとね、はい、結構水ですか、これいいよ。あ、そこので使って、そうそう、あ、来たわ。ああ、ちょっともうなくなってきた。弾力がものすごい、やわらかい、シンプルな、はい、これで20分返して、もう20分いい感じする。もうこれだけでうまそう。だから家系っぽい、家系っぽい、濃厚家系、濃厚なものを作ってみたいな。豚骨ラーメンと豚骨魚介とかやってるあるよね。で、魚介の例えば粉末とかうんぬん作るのはみんな熟成されてるわけでしょ。で、豚骨にそのなんていうかな、魚の熟成をやるわけだけど、僕たちは生から使うわけで、豚骨ラーメン、うん、その熟成する過程がないわけ、うん、ないわけ、うん、
で何かしらで味をつけなくちゃいけないわけ。これ自体があんまり味がないあるもんじゃないから、それは自分たち営業がこれから次のステップとして考えてるのは、その熟成をどうさせるか、何かしら加工しなくちゃいけないわけで。豚がすごくこう柔らかく仕上がったね、だいぶ角がない。カンってやりたいよ。味濃いめ？濃いめでマックスでやりたいけど。ここに会長3割いないですか？これだとさっきのね、500人以下で。こんなに味しなかった。でこれが3回もうちょい。オッケーです。はい。これでも楽だよね、全然。できました。これがもう10だ。おいしい。おいしい。めちゃくちゃおいしい。あれだけ返し入れてるけど、全然なんていうのしょっぱくないし。うまい。なんやろ。上品。これ女の人好きやん。食べやすい。食べやすいよね。食べやすい。すごい。なんかそれすっきりしてた。うん。豚めっちゃうまい。豚うまいよね。で麺もうまくない。麺めっちゃうまい。うまい。うまい。マジ。スープ飲んでください。美味しいね。うまいですね。ジロとこんな感じだよ。こんな感じです。でももうなんか繊細な気がします。自分でやっておけば。美味しいよね。俺らはこうやってやってるとこの差で分かるから。こういう大会がはい、ということで、はい、修行してきました。いただきました。すごい、やっぱりあの一杯作るのに、いろんな、なんていうの、過程があるんだね。そうそう、なんかチャーシュー縛ったりもね、結構いろいろ新鮮でした。いろいろと何も言ったことなかったから、マジ本当にそうやな。いつもなんか2人がほら、メロンシートとか調理してんのさ、横でいたり、もうほとんどいない時も多かったから。ほぼいないよ。ほぼいなかったからね。はい、ということで、はい、この成果を、うん、4月5日、4月5日日曜日、うん、柏の大戸屋さんの2階部分があるんですけども、うん、ここの多目的スペースというかね、そこで、うんうん、ロイドご飯が一日店長を務める、はい、ラーメン二郎系のお店、一日限定のオープンになります。はい、開店は11時からということなので、うん、はい、はい、あの結構朝早いよ、ね、自分らは仕込みもあるからね、うん、ちょっと寝ないで行かなきゃいけないかもしれない。え、寝ないで、すごいね。マジで、うん、はい、ということで、うん、一日大戸屋さんの2階で、うん、ラーメン店をさんにやらせていただくということで、はい、ぜひいろんな人に
来ていただけたらと思います。そうですね、はい、はい、それではここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた。